こんにちは、シーバードです。今回はボックスのトーンラブ ST のレビューになります。このトーンラブ ST はですね、結構前に出た機種なんですよね。1個前の機種になるのかな。結構前なんですけれども、実はですね、ハイゲインの音が結構いいんですよ。というのもですね、ここに赤く光る真空管が搭載されていて、非常に温かみのある音が出ます。 LINE でつないで撮ってもフルデジタルのマルチエフェクターよりもやはりね、温かみがありますよ。ここがですね、アンプのセレクトになってるんですけれども、今回ハイゲイン系はですね、この UK メタル、 US ハイゲイン、 US メタル、 BTQ メタルというものを鳴らしていきます。そして動画の最初はですね、こちらのクリーン、クリーンにして、ここのモジュレーションディレイ系を試しながらですね、鳴らしていきます。音はね、ほんといいんですけれども、一つね、難点があって、それはね、ボックスのマルチエフェクター全般に言えることなんですけれども、操作がね、しづらい。その操作がしづらいっていうのも、音作りがしづらいんじゃなくて、自分で作ったエディットした音の引き出す方法が難しいというかですね、音作りはこうやって見ていただいた通りですね、表面につまみがあって、そして一個一個エフェクトが書いてあるので、作る分にはいいんですけれども、それをですね、セーブして引き出すのがですね、このペダル2つしかないのと、モニターがこれだけしかない。慣れないとね、なかなか難しいんですよ。音はね、すごくいい感じなので、ぜひぜひお聞きいただきたいなと思います。Thank you.
Wow.